日本山口県岩国市久賀町久賀町は山口県岩国市の地名。世帯数は4130世帯、人口は1123人10月1日、現在。かつて山口県久賀郡にあった自治体であり、2006年3月20日に岩国市及び久賀郡内の町村と合併して自治体としての久賀町は廃止され、変わって岩国市久賀町となった。 旧久賀町は、大技の設定がなく、自治体時代より、郵便番号は小技ごとに設定されており、742から 03XX が該当する。岩国市の南部に位置する。北部は山地、南東部は丘陵地、南西部は久賀盆地の東半部となっている。平地では、南西部を流れる島田川支流である笹見川と水無川が南西に流れ、 川で形成された戦場地を中心に町が開けている。交通の発達や住環境の整備により岩国市や市外の周南市のベッドタウンの性質を持つ。町内の西部薄田地区には古墳時代の遺跡があり、よそにも早くから人の住み着いた痕跡が残る。町内を東西に山陽道が通り、熊郡のほぼ中央に位置しているため、勝手は軍家が置かれていた。 戦国時代の領主杉氏は、大内氏に属していたが、五福島の戦いにおいて、東春方が、毛利元成の巧みな策略に敗れた後は、彼の暴力の前になす術もなく敗れている。関ヶ原の戦いの後は、毛利氏の国替えに伴い岩国城の治めるところとなり、隣の高森地域は、徳山藩となった。一つの盆地を分けた地勢の違いは見えないところで、 圧力を生じていたようである。奈良時代頃に当地から旧の玉とかの玉のに霊玉が出現したという伝説がある。久我駅久がインターチェンジ。ありがとうございます。